本庄神社は岐阜県岐阜市にある神社。岐阜市本庄地区のうぶすながみとされている。美濃国神明町の美濃国厚見郡、小六以上二例が保明神とされている。もともとは一つの神社であったのが三つに分霊されている。本庄神社はその一つである。三つの神社は薬も神社、本庄神社、六条神社であり、それぞれ山田をおろちの頭、胴体。 を表すという。もともとは、現在地の約3キロメートル東北東に鎮座していたという。この地域は、平安時代は、美濃国厚み郡平田荘といい、超高道の荘園であったという。1599年頃、織田信夫によりにレガ法明神は3つに分霊され、その中の一つとして、本城神社が創建される。3つに分霊した理由は、徳川家康と、 石田三成の対立により岐阜城で戦いが起きると考えたからという。事実その通り、関ヶ原の戦いの前哨戦として岐阜城の戦いが発生している。1873年に豪舎となる。1931年、稲葉郡本城村は岐阜市に編入される。この際、例祭を岐阜祭りに合わせて4月5日に変更する。 1989年9月、銀兵舎に指定される。2012年3月、東に、富士山西に、出雲大社南に、伊勢神宮北に、白山の交点に位置し、四方廃のできる、幸せ祈願の宮春香拝所を混流。ありがとうございます。